はい、国道266号線から矢岳方面、なんとか白岳森林公園というところに入ってきます。うん、なかなかちょっとやんちゃな道っぽいな。おー、結構登ってきますね。勾配は結構急だ。よしよしよし。おお、はっぱ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 、乗らないようにしなきゃね。ここを右、急に来たな。なんか、なんか書いてある、なんか書いてあった。で、2km 道なりと。ちょっと狭いっすね、しかも暗いわ。よいしょ。キャンプ、あ、キャンプ場あんの、キャンプ場あんの。ちょっと来てみたい、来てみたいけど買い出し大変そうだな。この辺り全然ないんですよ、スーパーとか。小島公園の近くに行きあるかな。でもちょっといいね、この辺多分キャンプすると涼しいですよ、多分。冬寒いだろうけど多分夏いいと思いますね。かなり高いっすね。お、なんだこれ、看板があったぞ。あ、バス停、バス停なんかあんの。不動の滝矢岳神社、うん、矢岳神社行きたいんだけど、この上かしら。一応観光協会のナビに従って入れてんだよな。200m 先、目的地は右側。あ、え、これ公園じゃないか。じゃあこれキャンプ場だよ、白岳森林公園キャンプ場だよ。俺来たことあるもんだって、これ。絶対違う、やってねえし。よしよし。ほら全然向こうやんけ。よし、再出発。ここの多分森林公園というか、このキャンプ場の管理棟ということで示したんでしょうね。俺はそこに行きたかったんじゃないっつうの。はいはいはい、See you next。 あ、車止まってるから誰かしらいるんでしょうね。よし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 、これ止まっちゃダメ、止まっちゃダメ。よし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 。これ矢岳神社、これ登っていいのかな。で、不動の滝っていうのがあって、で、それも行きたいんですよね。それこっちなんだよな。これ上がっていいのかな。車はダメだよな。いや、これ俺クロスカブなら行きますけど、多分ダメだよな。ちょっと先にですね、確かあーでも下がってっちゃう、下がってっちゃうな。まあ矢岳神社に行きたいわけじゃないんですよね、巨石群みたいに。でさっきのちょっとバス停みたいなとこにですね、その巨石群みたいなことが書いてあったんですよ、ああいう看板みたいなので。ほんでちょっとそこ行ってみましょう。よいしょしょ。これこれこれ、こうほら、なんか向こう道続いてるんで、こっから行くんじゃないかな。どうやって止めよう。はい、矢岳神社ですね。ちょっと登っていきたいと思います。直線距離的にはそんなに遠くないはずなんですけど、どうなんでしょうね。
あんまり歩きたくはない。お、なんだ、ドルメン八竹神社ストーンサークル。ストーンサークルってなんじゃ、まあ、とりあえず八竹神社行きます。確かそのドルメンっていうのがでかいですね。石の、巨石遺跡群、巨石群遺跡、ちょっと分かんないですけど、それを形作ってるらしくて、なんか石のお墓ですね、組み上げた。でそれがお墓かどうかはまだ確定してないらしいんですけど、お墓だったら世界最大級って話ですね。うわー、まだ登んのこれ。あー、後悔しだした。あ、これだ、多分。あ、よかった、そんな上まで行かなくてよかったんや。白竹山頂、ドルメン巨石がこっち。気をつけて行ってらっしゃいませ。どういうこと、まだ先があるってこと、これじゃないの、そのドルメン巨石って、これじゃないの。いやー、ダメだろこれ、先が見えん。あー、見えん、まだこれ上あるだろう。あ、ダメだ、もう、すいません、写真貼っときますんで、拾い物をそれで見てください。戻ってきました。八竹神社はちょっとそこにちらっと見えてるんで行ってみましょう。いや、なんでこんなとこに神社作んねん。行き止まりのとこですけど、参拝するときこっからみたいです。開けていけばいいのかな。あ、よいしょ、普段は閉めてるんですね。こちらです。はい、八竹神社と巨石群っぽいやつでした。不動の滝は諦めます。多分この崖の下なんです。多分行っても戻ってこれないと踏んだので、このまま山を下ります。いや、ちょっと体力つけんといけませんね。じゃあちょっとですね、この後は上天草サンパール道の駅ですね、あちら行って、おそらく今年最後になるであろう湯島大根チャレンジを、やりたいと思います。今まで2回行ってですね、だいたい開店直後に行ってなかったんですけれども、フォロワーさん、サトルさんの、話によると、10時ぐらいに入荷があるということなので、それをめがけていきたいと思います。ただちょっとですね、先ほどの山歩きで時間食いまして、到着は10時20分ぐらいになると、 Google ナビ上ではということなので、帰るかどうかわかんないですけれども、行ってみたいと思います。湯島大根はですね、2月までなんでですね、本当にこれが多分最後のチャンス、まあ、ない可能性もありますけどね。さあ、行きたいと思います。あ、まずは下まで無事に下ること。はい、266号線戻ってきました。いやすげえな、素晴らしいな、やっぱり青い海、青い空。いやー、びっくり。
いいツーリング日和だ。釣りも登山もなかったんや今日は。はい、道の駅上天草サンパールまで戻ってまいりました。さあ湯島大根チャレンジ、時間的にはちょっと怪しいです。入荷してるかどうかも分かりませんけれども、2月最後のチャレンジとしていきたいと思います。頼む。はい、道の駅上天草サンパール湯島大根、3度目にしてついに手に入れることができました。情報を教えてくれたサトルさん、ありがとうございます。いやもうこれでオールオッケーです。釣れなかったことも、巨石群に行く前に体力が尽きたことも、もうこれで全部ノーカンです。いやーよかった。いやー本当よかった。なかなかですね、今まで実は去年からチャレンジし続けて買えなくてですね、いやー本当に良かったです。これですね、まあちょっとお袋もですね楽しみにしてましたんで、まあこれでどんな料理を作るかですね、ちょっと相談して決めたいと思います。まあそれは動画にはしませんけども。はい、というわけで、上天草の探検編みたいな感じの動画になりましたけれども、これで本日の動画は終了いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。では。